DC コミックスバットマンに登場する怪盗キャットウーマン、時にヴィランとして後にはバットマンとの恋仲にまで発展するキャラクターである彼女が、アメコミアーティストリー・ベルメホシュとの人気コラボレーションシリーズに登場です。代表作バットマン・ノエル、ジョーカー、バットマン・ダムドと数々の作品を生み出した彼の緻密で深い色彩の画風が造形物であるスタチューと融合し、作品ファン、造形ファンともに注目のシリーズとなっています。ジョーカー、バットマンに続きコラボレーション第4弾となる本作も実に魅力的な仕上がりとなっています。キャットスーツという言葉通り、彼女が身を包むコスチューム、今までレザー調ですっきりとしたデザインで描かれることが多かったものが、今回はキルトのような格子風のディテールが加えられ、より全体の情報量を高めています。そしてコケティッシュな猫耳がついたフード、赤いサングラスを通して見える彼女の表情が実に見事に再現されています。頭部は3種類、サングラスをかけた状態とサングラスを外し快活な彼女の表情のものが2種付属。また頭部に合わせた左腕の差し替えパーツのポージングはどこかストーリー的な雰囲気を持っています。背中に担いだバッグには金品が収められ、細やかな装飾、チェーンなども高級感があります。まさにお宝といった仕上がりです。バッグ自体もどこか高級ブランド的な印象です。ベースはゴッサムシティの建造物のルーフトップを逃亡中のようなシチュエーションで演出。キャットウーマンの足元には可愛らしい猫が余裕たっぷりの佇まいで鎮座しています。リー・ベルメホシの描く深みのある世界観を見事に再現しています。ぜひコレクションに加えていただきたいアイテムです。予約受付開始などの情報は追って SNS やホームページで告知予定となります。皆様楽しみにお待ちください。